まずはこれを見てください。ってことで今回は警備をほとんどなくす方法を教えちゃいます。早速紹介していきましょう。大体の人は警備を薄くすると言ったら AB タップでしょうか。今回はもっと簡単です。まあとりあえず AB タップをやってみましょう。案外警備薄くできてね。 GG。 では警備を薄くする方法を教えましょう。やり方は至ってシンプル。 WAB キーを全部長押し。これをするだけで警備がだいぶなくなります。ただ相手も警備が薄くなります。次はスカイボーズでやってみましょう。余談なんですけど、このテクニックはスカイボーズの方が強い気がします。サーバーとかのラグが関係してるんですかね。どうでもいいんですけど、このマッチ鉄多いんで陰キャ先行します。警備しないのはいいけど AIM めっちゃずれるね。変なやついた。落ちてった。 GG。 はい、ってなわけでこれが警備を薄くする方法です。何か質問などあったらコメントに書いていってください。それではまたねー。